さあオリックスですけども、今年のオリックスは史上初めて最終日に逆転優勝を決めたということで、素晴らしいシーズンを送ったわけなんですが、まあ、シーズンが終わるとなればですね、オリックス含めた12球団の来季に向けた情報っていうのが、まあ、リリースされるわけでございます。最近ですね、まあ、いろんな情報をご紹介していますが、今回この動画でご紹介するのは元オリックスの松葉投手について触れていこうかなと思います。年齢が32歳と、もうそんな年になったのかという感じなんですが、今はね中日で活躍をしてまして FA 権取得しました。そんな時にですね、まあ僕は残留するんだろうなと思っていた矢先に、他球団の評価を聞いてみたいというので、もちろん、残留が最優先という本当に FA する決まり文句のような理由でですね、行使を、したわけなんですけども、今回はですね、この松葉投手の FA について、まあ、阪神の西投手よりも中日の松葉の方が戻ってきてほしいっていう声がちょくちょくとあったので、今回そこについてですね、個人的な見解と FA について詳しく深掘っていこうかなというふうには思います。はい、まずですね、結論から言うと個人的には、絶対に中日にいる方がいいと思っている方です。はい、でまずオリックスに復帰するのかどうかっていうのはまあないですね。年齢的にも32歳ですし、ことの経緯というか、中日に行ってからのプレースタイルとか、まあ、言動含めてオリックスにはまあないだろうなと。松葉投手自身もすごくオリックスに対して不満が募ってたのか、中日に行ってからですね、まあ、オリックスはこんな環境だったみたいな感じで、割とこうネガティブな情報っていうのをたくさん、まあ、お話ししてくれてるわけですよ。例えば、観客が少なかったりとか、契約更改の時の記者が少なかったりとか、まあ、上下関係が曖昧だったりとかですね、オフの期間に施設を行ってもキャッチャーが練習に来てなかったりとか、自分はオリックスの中ではめちゃくちゃ練習してたけども、ほとんどの人はふざけてたと。でそもそも練習方法が自分に合ってなかったっていうことだったので、まあこの文言を見ると西投手とはまた違うんですけど、まあでもこう目立ちたいというか、客が多い方がいいし、契約更改にはこう割とこう注目されたいっていう性格上なのかなっていうふうに思うので、まあ、この辺含めると、まあ、わざわざね中日に移籍してからこのオリックスのこう不満っていうのを、まあ、言ってくれてるわけなので、まあオリックスにはいい印象はないんだろうなというふうには思います。で個人的にも松葉投手に対してはですね、そんなにめちゃくちゃ戻ってこいというふうに思ってないですし、まあ、むしろ中日だからこそこの FA 権行使してこれだけこうフューチャーされるっていうふうになったと思うので、まあ僕は行った方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、おそらくですね松葉投手自身が、まあ、大阪体育大学にいたということで地元も兵庫県なんですよね。だからまあ阪神に憧れてるんだろうなっていうのは割とオリックス時代の時から言われていましたよね。はい、で今シーズン FA 権取得というふうに言いながらも19試合先発して防御率が 3.33、 6勝7敗って負け越してるんですね。はい、なのでまあ中日に行ったから才能が開花したんじゃないかなというふうに思うんですけど、その理由としてはまず、まあ、絶対にセリーグ向きだと思いますね。この感じパリーグだったらこんな数字見れなかったと思います。かつどうせ行くなら投手有利の方がいいということで、まあ、神宮とかねハマスタってホームランが出やすい球場だって言われてますけど、セリーグで一番投手有利の球場が中日の、バンデリンドームでございまして、センターまでの距離、両翼までの距離っていうのは、まあ、さほど広いって言ってもそんなにこう大差ないんですけど、フェンスの高さが約5メートルぐらいあるんですね。そこが他の球団と違う。甲子園だと2メートルから2メートル50とかなんかそんな感じだと思うので、まあ、ほぼ倍ですよね。その辺がなんかこう投手有利 の球場だというふうに言われてますから、いろんな面を考えるとセリーグやし、一番投手有利の球場が中日ってなると、やっぱ中日ドラゴンズが一番合ってるんじゃないかなというふうに思うわけですよ。ただやっぱりですね、松葉投手が FA 権行使しますって時に、やっぱこぞってどの球団が行くんだろうかみたいな感じで注目を、まあ、されてるわけなんですけども、一番のポイントっていうのはこの成績云々よりかは怪我がないっていうのが高評価らしいですね。はい、でオリックスファンの、まあ、僕からするとですね、2019年にね、西村政権の時にトレードされたわけですよ。福良 GM が着任して初めてのトレードだったわけなんですが、まあ、牽制がものすごくうまいなっていうのと、オリックスだと5回まではめちゃくちゃピシッと抑えるけど、2回り目からちょっと打たれるっていうイメージでした。はい。なので、これまで1軍での通算のキャリアっていうのは10年あるんですけど、防御率が 3.80、42勝で、大きく負け越してました。506奪三振。で、10年のうち100イニング達成したのは4回。してキャリアハイは8勝になります。2014年の、強かった時のオリックスが2位だった時のシーズンがキャリアハイに、まあ、なるわけですよ。まあ、防御率も 2.77 と素晴らしい数字ですし、130イニング以上投げてるっていうのが、まあ、先発としては、役割を達成してますよね。はい。まあ、そんな松葉投手なんですけども、人的発生がしない C ランクということで、中日ドラゴンズね、割とこうお金がないっていうようなイメージがあるんですけど、それでも、24位なんですよ、球団内で。もちろんこうビシエドとかスケ
セット入れての数字なんですけど、なので、まあ、人的が発生しない松葉投手、怪我もしたことがないということで、非常にこう評価が高まっているということでございました。はい、で、まあ、勝手な憶測なんですけどね、阪神に興味があるんじゃないかということで、阪神もなんか左ピッチャーの先発って割と課題らしくてですね、まあ、相思相愛なんじゃないかなと思うんですけど、セリーグで一番投手有利な球場がバンデリンって言ったと思うんですけど、次に投手有利なのが、まあ、おそらく甲子園なのかなと僕は見て思いました。はい、あの両翼とかセンターの距離まで、あとフェンスの高さはねちょっとあれなんですけど、その辺考えると、まあ、スタジアムなんで浜風とかいろいろあると思うんですけど、まあ、松葉投手にとってはまあいい環境になりうるのかなと思います。はい、で、まあ、阪神のね先発事情っていうと、藤波慎太郎投手がねポスティングで、まあ、メジャー希望を言ってたりとか、まあ、青柳投手とか、いろんな投手が才木投手とかもねいるんですかね、いる中で先発の左ピッチャーっていうのは伊藤投手だけなんですね。はい、で今年は、防御率が2点台9勝5敗136イニング、まあ、投げたんですけども、まあ、オリックス見ても、宮城、田島、山崎幸也と左ピッチャーは3枚いますよね。まあ、ビドリ入れると4枚になるのかな。はい、なのでやっぱり左ピッチャー1人っていうのはちょっと寂しいのかなと思うので、なんかそういう面でも、藤浪も抜けるかもしれへんしっていうのも相まってですね、松葉投手への需要がぐっとまあ高まったということでございました。はい、ただ、まあ、西投手よりね、松葉投手の方が声が多かったとはいえですね、まあ、個人的には今更獲得する、旨味っていうのはないんじゃないかなっていうふうには、思います。まあ、改めて言いますけども、年齢はやっぱ32歳なんですよね。これがやっぱ28歳とかであれば行ってもいいかなって思うかもしれないんですけども、左ピッチャーこと足りてますし、先発陣足りないですけども、足りないのはやっぱ右ピッチャーだと思うんですね今はね。うん、なのでそういう面含めて成績的にも、あとは、まあ、中日行ってからの、まあ、言動的にもオリックスには、まあ、そんなにいいイメージっていうのは持ってないんだろうなっていうふうに思いますから、この辺考えると個人的には人的保障があろうがなかろうが、オリックスは別の選手に行っていただきたいなというふうには思っております。はい、まあこの松葉投手って人気だったんですか、オリックスの時って。そこまで僕詳しく知らないんですけども、まあ中日に行ってからそういうこうオリックスは客が少ないとかね、あのめっちゃ練習してましたとか、もうあるあるですよね。その弱いと、球団内のことをボロクソ言われるというか、コロナ期間中に、監督だけ焼肉行ってるとか、選手からは無視されてるとかね、なんかそういう本当に弱いと、まあ、いろんなこうネガティブな、ことを勝手に言われるわけですよ。今でオリックスのこの球団内のことでなんかマイナスなこと言ってる選手がいたらちょっと知りたいなっていうぐらい、やっぱポジティブな記事がワンサが出ているので、今この松葉投手が、自分が離れてね2連覇してるこのオリックスバファローズを見てどう思うのかっていうのは、まあ、気になるんですけど、まあ、そんなことよりかも、まあ、より注目される目立てる阪神に、まあ、行きたいなというふうに思ってそうなので、まあどうぞどうぞ行ってくださいっていう感じですよね。ただまあ松葉投手のことを考えるとバンデリンドームにいるのがやっぱり一番いいと思います、これは本当に。うん、なのでまあ FA 権、取得して行使してますけども、本当にねよくあるんですよ、残留が最優先だっつって、なんで話聞くねんって話ですよね多分ね、君すごく買ってるんだよ、 ありがとうございます、じゃあ失礼しますっていう風にならないと思うんですよ。でも残留が最優先、他球団の評価が聞きたいっていうことはそういう風に捉えるわけじゃないですか、僕はそうなんですよね。なのでまあどういう意味なのかなっていう、まあ、単純に他の球団の評価を聞きたい、そしてあわゆくば阪神に行きたいっていう感じが伝わってくるので、まあ、松葉投手がどの球団に行くのかっていうのはね、元オリ選手としては注目をしてますけども、オリックスはぜひ手を挙げてほしくないなという風に思っております。はい、ということで今回の動画では松葉投手の FA 取得についてですね、オリックスに出戻ってくるのか、はたまたどの球団に行くのかっていうところを元オリックスの選手ということで紹介をさせていただきました。西勇輝投手を紹介した時に、ね、松葉投手の方がいいっていうコメントが結構あったので、皆さんこう松葉投手に関して、戻ってきてほしい、もういいですと、こういろんな意見があると思うので、ぜひねコメント欄の方に残してもらえたらなというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。